ウラジーミル・アナトリエビチ・ヤコブレフは、ロシアの政治家。サンクトペテルブルク市長、ロシア連邦南部、連邦管区大統領全権代表、副首相、地域発展相を歴任。1944年11月25日ソビエト、連邦ロシア連邦共和国のヤクート自治共和国のオリョークミンスクに生まれる。レニングラード機械組み立て専門学校を経て、1974年、北西通信制工業大学夜間部卒。1965年から1968年まで徴兵され、軍務に就く。その後は、レニングラード州の建設部門や住宅建設部門で技師として勤務する。アナトリー・サプチャークサンクトペテルブルク市長の下で1993年同市経済委員会議長をはじめとして、副市長、第一副市長を歴任する。ウラジーミル・プーチンとは、サプチャークの下で働く同僚であったが、1996年6月の市長選挙に現職のサプチャークに挑戦する形で立候補し、サプチャークを破って当選する。プーチンはサプチャークが敗北したため、サンクトペテルブルク市行政府を離れ、アナトリー・チュバイスやパーベル・ボロジンらの引きで連邦大統領府に入ることになり、その後、大統領になるきっかけとなった。また、プーチンは、ヤコブレフの選挙運動が不正であったと批判して、一次両者の関係は悪化している。1999年の下院国家会議選挙では、エフゲニー・プリマコフ元首相、ユーリルシコフモスクワ市長らの政治ブロック、祖国、全ロシアに参加した。しかし、祖国、全ロシアが、プーチン旋風の影響で、第3党と低迷、選挙で敗れるとルシコフと共に、プーチン支持に回った。2000年5月14日、サンクトペテルブルク市長選挙に立候補し、再選される。しかし、2003年のサンクトペテルブルク県都300周年に、あたり粉飾決算の疑惑を問われて、市長を辞職した。ロシア連邦政府の住宅公共サービス担当副首相に就任し、後任のサンクトペテルブルク市長には、連邦政府から指名されたワレンチナ・マトビエンコが選挙を経て就任した。2004年3月から南連邦管区大統領全権代表に就任。南方への流刑とも評する向きがあった。2004年9月連邦政府の初代地域発展相に任命された。ありがとうございます。